おい、聞いたか？あのラプラスの盾のメンバーが負けたんだってよ。本当に？でも一体どこのチームが？ああ、なんでもサイドゼロっていう心臓チームで、リーダーはうちに転入してきたばかりの。結成早々、結構な噂になってるみたい。これはそのうち血の気の多いチームから対戦を申し込んでくるかもしれないわね。まあそう悲観することもないわ。逆にこれはチャンスとも言えるかも。このまま勢いに乗って快進撃なんてした日には、きっと生徒会も私たちを無視できなくなるはず。前生徒会副会長のユイ先輩は相応の実力者。私もバトルにはそれなりに経験があるし、あのマリカって子も。試験だけれど、モデラーとしての腕はなかなかのものよ。見た？あの部室に飾られていたガンプラ。そしてもちろん、あなたにも期待しているのよ。涼子先輩とのバトル、いい動きだったもの。とはいえ、本番前に少しくらい練習したいわ。ちょっと付き合ってくれる？それじゃあ場所を変えましょうか。第08ガンプラ部の部室なら生徒会の目も届かないでしょうし、あとユイ先輩とマリカも呼びましょう。チームでの動き方とか客観的に見てくれる人がいると助かると思うの。
取れるものなら取ってみなさい。まだ足りないな。もっと奪わせてちょうだい。クエストクリア。一つずつ潰していきましょう。回収だろうが何だろう、全て奪い取るのみよ。クエストクリア。一つずつ潰していきましょう。このクエスト、あなたならどう動く？私なら。最高だわ。これが私の力よ。誰にも止められはしない。さあ、あなたが最後の一機、これで終わりよ。これでミッションは終了。私たちの連携もなかなか捨てたものじゃないわね。何みんな、もしかして私の動きに何か問題があった？イオリちゃん、イオリちゃんはバトル中いつもあんな感じなの？え？はい、そうですけど。もしかして自覚がないのかな、あのテンションの。多分そうです。お二人は気づいてなかったんですか？最初にヨリちゃんと組んだ時はその、そういうところを気にしてる余裕はなかったっていうか。あの、本当に何の話なんですか？やっぱりこれは自覚ないです。その、ちょっとだけ、ちょっとだけね。イオリちゃんはバトル中の言動に気をつけた方がいいかなって。なんだかよくわからないけど気をつけますね。